にょーっ、びっくりした、びっくりした。どうも皆さんこんばんは、TAKTA タックです。よろしくコネクト。よろしく。言うておりますけども、また風邪をひきましたよ。また。もうここ喉がね、もうこうブーンってなってます。喉がブーンってなってます。もう皆さんね、ほんと季節の変わり目で温度の高低差がすごいんで、もう皆さんも風邪には十分気をつけといてくださいね。もう俺が言うのもなんなんですけどね、マスは我が身だって言ってますけど、で、今日はね、あんまりね、そのわーっていつもみたいに喋るとまた喉がね、やられちゃうんで、今日はあることをやろうと思います。はい、それがですね、皆さんめぐみさんってご存知ですよね。日本で一番最初に YouTube を投稿した人で、あの方と、あとラムちゃんさんってわかります？ラムちゃんさんって、まあラムさんっているんですけど、その方 YouTuber なんですけど、その2人がやってたことで、紙コップを使ってね、浮かせると自分を地面に置いて、で、そのね、こう15個ぐらい置いて、こう寝そべって減らしてって何個まで、で自分を支えられるかみたいなやってたんですよ。そしたらあの大人の2人がなんと1桁でいったんですよ。2個とか3個とかで、そのぐらい紙コップってそんな強度強いっていうぐらい強度が強いみたいなんですよ。じゃあその紙コップを100個ぐらい敷き詰めれば、どんな高いところから落ちてもブンってなるんじゃないかなと。ブンってこう落ちるけどね、落ちるんだけども地面じゃなくて紙コップの上にブンって乗るんじゃないかなと思いまして、それを今日検証していこうと思います。はい、紙コップを並べる作業をね、移すのはもうすごい、もうなんかあれだったんで、もう作ってますんで、とっととやっちまおうぜ。タック TV。 はい、というわけでどうでしょうか皆さん、もう100個を用意してるんですけど、だから僕のイメージとしてはもうこっから結構ジャンプして結構高いとこでこうピンってなるんですよ。横にピンってなっといて、そのままスンって落ちてブンみたいな、ブンっつってエンディングみたいな。だから結構高めに、これ今度ガチでいきますよ。結構ご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。関連動画もどしどしありますので、どんどん見てねー。あーっと